育てですよ、それ。利用されてますね。お店に来ないで一緒に住もうって言ってんのも嘘。嘘です。被り嫌いじゃない。エースとかは嫌いです。それで病んだりしないの、されて。全然病みません。私めっちゃ病むんだけど。せーの、とんこつ。どうも、細くるいあおいです。歌舞伎町ホームレスのまなみです。よいしょ。はい、ということで今日まなみちゃんとですね、細くるいの恋愛相談ということで、私のところにしょっちゅう DM が来るんですよ。細狂いとか細狂いじゃない女の子は恋愛するの、それを一緒にまなみちゃんに答えていただきたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあまず最初にこれですね。私には今付き合ってもう少しで半年になる彼氏がいます。もちろんホストをやっていて、出会いはマッチングアプリです。当時私はそこで他に好きな相手がいたので、彼の行為は濁した回答をしていたのですが、3回お会いした際にお付き合いを始めました。お付き合いをしていくうちに、いい面も悪い面ももちろん分かっていくので、その都度多少の喧嘩があったり不安になります。よく TikTok を見ると、これは本家のなどではなく育てなどというコメントを見て、あまり気にしないようにはしているのですが、お姫様方の意見ではなく、今回はホストさん本人なら好きな女性ができお付き合いした時、おそらく人によっては彼女でもお店に連れてきたりとか、いろいろのような考えがあると思います。ホスガーさんの意見が聞きたく、ご相談させていただきたいと思います、っていう感じかな。マッチングアプリでホストさんに会ったことある？ないです。マッチングアプリをしない、まず、はい、そういうの聞いたことは？あ、ありますよ。そういうのどう思う？お店に連れてかないで外でずっと会ってるみたいな、育てだと思う？本金だと思う？いや、育てです。それはどの部分で育てだと思う？連れてかないっていうのはちょっと育てだなと。いずれお店に来てっていう風に言われちゃう？言われると思います。絶対に。それは私としても、ホストやる以上マッチングアプリも仕事で入ってるから、ホストやってるうちは彼女作らない人が多いと思うね。一攫千金狙いたいし、お金が欲しいから。だって嫌じゃない？自分の担当が彼氏がいたら、彼氏がいたら嫌だと思うから、ホストもやらないと思う。そういうことってことは仕事ってことだし、マニュアルってやっぱあるから、育てかなって思います。3ヶ月以上経ったらもう終わりかなって。マッチングアプリで育てって長い期間続かないじゃん。18歳とか19歳の未成年だったら分け合いと稼げるから、手元に置いとくっていう部分ではめちゃめちゃ LINE するかもっていう感じですかね。次、今高校1年生です。2週間ほど前にとあるホストさんから DM がありました。もともとホストの YouTube いっぱい見てるし、ホストさんから DM くれるのも慣れていたので何とも思わなかったのですが、結構仲良くなってしまい LINE を交換してしまいました。ちなみにホストさんと LINE を交換するのは初めてではないんです。でも特に別のホストさんたちとは連絡を取っていません。話がずれましたが、 LINE 交換をしすぐに〇〇優しくて可愛いから付き合ってほしいと言われました。彼も私が高1というのを知っているのでびっくりしましたが、彼氏もいないし経験としてありなので OK しました。もうすぐ夏休みで東京に行く用があるので、その時についでに彼と会う約束をしたのですが、会わない方がいいですか？私もホストの YouTube を2年ぐらい見てるので、ホストの営業のことも分かっているから、これは営業かなと思うし、でも高1って分かってるから本気なのかなと思うし分かりません。一応彼は本気だからお店に来れる年齢になっても来なくてもいいし、一緒に暮らしたいとも言っています。あと面ケアもすごいしてくれます。これは先を見た営業なんですか、それとも本気なんですか、あるいは私で遊んでるのですか、教えてほしいです。どうも高1の女の子がホストに好きだよって言われて、しかも遠距離なんだって。これはどう思いますか？育てですよ、それ。やっぱり育て。これはお店に来ないで一緒に住もうって言ってんのも嘘。嘘です。18歳になったら連れてかれちゃう。連れてかれます。でも私はこのホスト売れてないと思うんだよね、はっきり言うと。高校生に連絡って未成年じゃん、まずダメなことだし、もし姫様がいたらその姫に失礼だと思うの。お金を使ってくれてるのに高校生に連絡するっていうことが。高校生の女の子はホストさんから DM 来たりとかしていいなって思うかもしれないけど、この子バンギャって書いてあるから。ホストにハマる女の子ってさ、アニオタ、ジャニーズ、バンギャ、バンギャって書いてあったらこいつ将来金使うなって思うわけよ。3年経てばもう引けるわけじゃん。その間にバイトさせて好きだよって囲ってお金貯めさせたら18歳の時にドカッとできるかなっていう。ただのクズ男で単純にしたいとか、そういう横島な気持ちなんじゃないかなって。お金を使ってほしいじゃなくて、がしたい。しかも遠距離とかってわざわざ連絡取る必要性もよくわからないし、利用されてますね。やめた方がいいと思う。思います。一緒の意見だった。では次、約5ヶ月前に初回に行ったお店で今の担当と出会い、人生で初めてホスカーに通っています。担当はまだそこまで売れているわけではなく、老婆心の強い私は、担当は困った時に助けになりたいと昼食繊維ではありますが、自分の出せるギリギリを日々担当に使っております。毎月15万から20万くらいです。最初はアイドルを応援するような気持ちで初回についても、被りがいてもよかったね、頑張れと素直に思えていたのですが、最近出た時に自分がシャンパンを入れた後に被りが自分より高いシャンパンを入れたり、約束していたショット
ターンも一番最初にしてあげたいと思っていた矢先、別の子がやってるストーリーを見てしまい、自分の頼りなさや劣等感を感じてしまい、正直自分の生活を圧迫してまでお金を使うのが苦しくなってきました。今までイベント以外ではシャンパンなど入ってる様子がなく、最近急激に増えたので、それに心がついていけない状況です。担当は本当にできた人で、私がお金を使おうとするたび無理しないねとブレーキをかけてくれていたし、同伴やアフターもしてくれて、何も責めるところはなく感謝しています。担当を支えているかぶりが嫌いなわけでもなく、むしろ担当のために一緒に頑張ってくれる子ができてありがたいと思ってます。ただ高額が使える子が増え出したことにより、金額の面で自分の力のなさを勝手に痛感し、苦しくなっているのは否めません。これを担当に言うのは、軌道に乗ってきた担当のお荷物になってしまうような気がして言えません。ヘッドアウトするより、きちんと今の思いの丈を担当に伝えるべきでしょうか。どうしたらいいと思いますかと。売れてなかった人なんだけど、売れ始めて周りの子が高額使うようになったら、性格圧迫してまで15万から20万以上使いたくないと。それを担当に言うか言わないか、どう思う？言った方がいいと思う。私は言った方がいいと思う。正直に言った方が相手もやっぱ気持ちは伝わるし、隠し事ってやっぱホストからしたら絶対嫌なこと、お金使えないっていうことをちゃんと言うべきだと思うです、それで多分相手の対応が変わったりするかもしれない。それも含めて言った方がいいと思う。無理する必要はないと思う。私も言った方がいいと思うんだけれども、ここって本当に我慢のところで、高額使える子が増えても、この子にアフターとか同伴とかちゃんとしてるってことは、少なからず最初から長い歴がいればさ、居心地が良くなるじゃん。居心地がいいっていうところで自分は多分勝ってると思うの、高額を使ってる子よりも。ちょっと我慢して言わないでそのままいるっていうのが、私はなんか今後のためかなって思っちゃった。担当さんに対しての不満はないんでしょ？担当さんに他のお客さんができたから劣等感を感じてちょっと苦しんでるってことでしょ、そこを気にしないっていうようなことができれば、この人って今まで通り全然楽しめるような気がするんだけど。でも多分無理じゃない？女の子だし、担当さんのこと好きじゃないって言ってても、好きだから応援するし、好きだから金使ってるわけじゃん。気づいてないだけで本当は好きなんだよ。言ってるだけ、言い聞かせてるだけ。私と彼は違うから好きじゃないよって言い聞かせてるだけだろ。劣等感を感じるぐらいだったら離れてしまった方がいいのではないかっていう。そうそうそう、傷つくぐらいだったらね。好きになったもん負けだもん。細野のことやっぱ好きになるでしょ。なる。そうするとなんか辛くならない？なる。好きじゃないって言っても金使ってるってことは好きでしょ。大好き。今の担当も大好き。大好き。かわいい。次行きます。先日発送ホストへ行ってきました。もともと写真指名も送りも今度の指名も全部同じ方で考えてたのですが、席についてくださった方が全員いい方で、今5人の方と LINE をしています。無視したら感じ悪いし、皆さんいい方なので LINE をしてたのですが、途中からもしかしてみんな自分指名になると思ってるのかなと思い、次指名する方以外とは連絡を取らない方がいいのかなと思い始めました。次回指名したいので時間を使わせるのが申し訳ないなと思うのですが、このあたり特にルール等はありますかっていう感じですね。もし指名するって心に決めてたとしても、みんなからやっぱ LINE を聞かれるわけで初回で、その人とずっと LINE 続けるタイプ？続けますね。なんで続けるの？寂しいから。あ、困ってくれるから。そうそうそう。まあ、相手に期待をさせてしまって悪いなとかちょっと思っちゃう。それは思います。あ、うわ、しないや。いい人かもしんないけど、自分の好みじゃないから LINE 返すのがめんどくさい。その人から好かれようと思ってないし、あと時間もお酒のも申し訳ないっていうのもあるからっていうのが、私それは一緒だし、あっちも多分期待してるから LINE 来るっていうのはそれは間違いじゃないから、締めが欲しいから LINE してくるんだろうと思うけど、こっちがもう興味ないんだったら、してても意味がないから、じゃあ私だったら LINE はその場で交換する。絶対初回行ったら断るのもめんどくさいし、空気悪くしたくないから交換してブロックすればいいだけだから。嫌な人から聞かれても交換する？いや、それはしない。ちゃんと断るんだ。断ります。なんて言うの？送りだけ。あー、ちゃんと断るんだね。おい、断んないタイプすぎて、後でブロックしてるわ。指名する人がもし決まってたとしても、連絡しちゃいけないっていうルールは特にないので、まあその自分の気持ち次第ですかね。寂しいから続けてるっていうタイプもいれば、もうめんどくさいからしないっていうタイプもいる。では次、めちゃくちゃタイプのホストさん見つけてしまって会いに行きたいと思ってるのですが、ハマってしまいそうで初回に行くのがすごく不安です。私は学生で金銭的な余裕も時間の余裕もないし、今後通うのもきっと難しいなと思ってなかなか踏み出せずにいます。どうしたらいいでしょうか。それは頑張ってバイトして会いに行くべきだと思います。なんでなんで？もしかして辞めちゃう可能性もなくはないと思うし、そしたら二度と会えないと。そう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 。私はホスト行って自分の人生めちゃめちゃ変わったから、推し面を好きピになって、そっから仕事が変わって人生変わったっていうパターンだったからいいかなって思う。バイトして会いに行っていろんなことが知れると思うから、お金ないかもしんないけど一番でも握りしめて行ったらいいかなって思う。
じゃあ次、この前中学の同級生がホストをやってることを知りました。仲も良かったので1回だけお店に行きました。ですがその後営業すごいかけてくるので、自分は友達としてしか見れないし、友達に高額なお金を貢ごうとも思えないから、行かないと言ったら期待した俺がバカだった、期待損じゃんの謎に私が嫌いました。これは私が悪いのでしょうか。ホストが悪い。友達でも普通に指名で行かない方がいいと思う。同級生でも新人の子でさ、やっぱお客さんいないわけじゃん。同級生の子は最初から指名できたらさ、自分のことこいつ好きだったのかなとか絶対思うもん。ホストとお客さんっていう関係になっちゃって、お金が絡んじゃうとさ、友達に戻れない気がする。戻れないと思う。これホスト悪いですね、普通に。あとはお姉さんも気軽に行かないことですね。次、私は今学生で親に援助してもらって学校に通っているのですが、ホストに通うようになって自分で稼いでお金と足りない分は親のカードで支払いをしています。少額だと明細見られてバレてないのですが、ここ最近はずっと親のカードで支払っていて、家計は現金入金でいつもしているのですが、学校プラスアルファで仕事をする気になれなくて今月は家計が心配です。親にいつバレてもおかしくないというストレスと罪悪感があります。でも学校が忙しすぎて仕事をする気にはなれないし、仕事を頑張るとか学校休んでしまって やめます。ホストに行ってる場合ではなく、学業が一番優先するべきなのは分かっていますが、どうしても癒しを求めてホストに行ってしまいます。どうしたら仕事のやる気が出ると思いますか。長文申し訳ありません。どう思いますか。ホストにやる気スイッチを押してもらうってことだと思います。それはホストに例えば色恋をしてもらって頑張るよって言われるってこと。そう、本営とかね。本営とかね。本営とかされたらやっぱ頑張れる。めっちゃ頑張れます。おー、色恋されたら頑張れる。頑張れます。それは信じる。信じます。されてきたんで、今までも。それで病んだりしないの。されて全然病みません。私めっちゃ病むんだけど。不安になったりしない。他のお客さんともしかしたらなんか枕してるとか。いや別に。自分だけだよって言われてることを他の人に言ってたら嫌じゃない。でも確かに。それは嫌だ。嫌だ。あんまやきもち焼かないの。はい。かぶり嫌いじゃない。エースとかは嫌いです。なんでエース嫌いなの。可愛いから。お金使うし。そうそうそう、うん、じゃあお金使ってなくても可愛い子だったらあんま好きじゃない。そうそうそう。かぶりが青いだったら嫉妬しない。ちょっと嫉妬する。有名な人だから。有名だから。ああそうなんだ。ホストが癒しを求めて行っちゃってるから、それがダメな問題だなって思うから、違う趣味を見つけた方がいいなって私は思うのと、所詮ホストだからね。仕事のやる気が出るってさ、ホスト行くために仕事をするってことでしょ。そう。それができないんだったらもう無理じゃない。だってコスパ悪いすぎるよ。それでうちらは頑張るわけじゃん。賭けができたりとかして。まあまあまあ。でもそれを頑張れないんだったら行かない方がいいよ絶対。マイナス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 じゃん。友達の友達が親のカードとか使ったりとか、本当に借金してくれかバーって使ったの。昼食の子がやめたんだよね。昼食それも全部バレて家で連れ戻されて、ホストの子に賭け200万とかあったの全部送られてきたのって親から。でその親はもうその子のこと監禁状態で連絡も取れないって、ゼンリーとか入れられて。自由がないって言ってた。自業自得だなって。そこまで言ったら。ちなみに親のお金使うのはどう思う。いいと思う。持ってたら使っちゃう。使えば。常識的にはあんま良くないじゃん。一応親とはいえ人のカードだから良くないと思う。まあ確かに。でもホストと遊ぶためだったらいいと思う。自分の好きなことに使う。親らからさ許してくれって思ってもさ、親からしたらさ、ホストなんて未知の世界すぎてさ、イメージ悪いから、やっぱ世間的に感動されるかもしれないし、自宅な監禁されるレベルだと思う。バレたら周りの友達がそうなんで気をつけてください絶対に。はい、ということで今日はですね、まなみちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。はい。まなみちゃんね、違う動画にも出ていただいて、もしよかったらそちらもぜひ見てください。それじゃあまた見てね。バイバーイ。ありがとう。今使えよ。今使えって。買ってきたんだからさ、今使えよ。分かった分かった。来た？来た？すごいいいじゃん。あ、よかったわ。ありがとうありがとう。あ、ありがとう。最高の記念日ありがとう。じゃあもうこれ持って帰るから。じゃあね、お疲れ。ありがとう。バイバイ。またね。バイバイ。